があるけど、逃げも行こうか悩めるくらい。行かなくてもいいやつか。もうなんかレポートなんだけど、それね、レポートかなりのなんか、あー、なるほど。出血もたまにしか取らないから、なるほど。なんか2から4のさ、でも昼と関係派かな、誰誰、うん、だったら寝たいなとか、すごい確かに。最終レポート提出ですか。最後のレポート24。あ、すごい。それで終わり？2つレポート提出で25が最後の。ああ、うん？木曜日？あれ？そうなの？木曜。でも持ち込みかだし、なんか楽単っぽいから。環境ですか？なんか西洋美術館。なんだそりゃ。最年長で。いやいや、わかんない、わかんない、わかんない。あ、でもゴミちゃんは、え、ゴミちゃん今23?24? 22かな。あれ、なんだ、私23だ。22で1年生。うん。今年もなんかもうこの間話してたら、期末で歌子80点取らないと留年。え、無理じゃん。何をしてるの。でももう留年できないですよね。もう次放塾なんだけど。でもなんか板子の先生とめっちゃ仲いいらしくて、ちょっともう普通さ、そんなやつさ、もう邪険に扱うけど、なんかしゃぶしゃぶとかもやってるらしくて、やば。もう一人なんかラウンドリーにもう一人いて、やばい子は。その子も板子で、ゴミちゃんと同じ授業らしいんだけど、その二人でその先生としゃぶしたらしい。やば。どういう意味のしゃぶしゃぶなんだろう。それで単位くれなかったら相当でも逆に別は日吉に3年間いたから他の授業は取り切ってるの。そっか、さすがにやば。来日することはもうない。あー、今回進級できたら多分普通に一緒に来日します。絶対来年か取り切れない。そんなの、やばい、マジ。日吉の方が近いし家。あ、確かにね、1時間ぐらいかかるから。ルナさん12月に帰ってきますよね。あれ12月、ほぼ1月だね。でも年末に帰ってくる。やばい。なんか思ったより3位残ってる。残せ。本当は前期に取ってたの、日吉の単位2単位だけだったから。普通に落胆で、誰も落とさないだろうみたいな。普通に落とす。え、何なんか出血なしで、あの川村法学。おー。え、それと、え、一元のやつ、あ、わかんない。月曜のやつ。月曜の方が取ってる。頑張れ。あ、違う、山口から。先生の名前も分かってるよ。一回も言った方がいいんですよ。後輩にお願いって言って。4年で普通に見た目いそう。
当なんか4年生ってさ、うん、ほぼもう授業ないからさ、あゼミだけ来ますみたいな人多いじゃん。確かに普通にほぼ毎日安心してください、エリもいますよワンちゃん湘南にいるけど2学年編に湘南いるの面白い、湘南の女になる。そんなさ進級、うん、しやすいの？いやマジで先生で留年するやつは本当にゴミみたいな。マジで留年できないんですよ先生。へえ。必修体育ですよ。いや体育楽しそう。もう着替えてジャージ着て騒いでれば単位行けますよ。だってだよ、ね、必修ですよ。意味わかんないですよ。仲良くあんま体育できないけど普通にえバスケ楽しいとか言って言って単位をもらう。つぶす会いつにします？自らのまだ全然わかんなくて、え、なんかガキ、うん、イラスト次イラスト当初は4月の3月くらいからプログラム始まるからみたいな感じだったんだけど、4日かな？だから3日とかに到着しててくださいみたいな感じだったのが、なんかどんどん更新されてくんだけど、え？めっちゃ自分勝手。4月1日に、うん、結構勝手ですね。